渡航紙は表面に塗料を塗布し、美観や平滑さを高めた紙。主に印刷に用いられ、経済産業省の生産動態統計分類では印刷用渡航紙に分類される。一講紙と比べ光沢があり、インクの糊が良く着色効果が高いため、高級な印刷物に適する。紙の片面を渡航する場合と、両面を渡航する場合があり、 印刷用では両面に塗装するのが一般的である。塗料はクレーや炭酸カルシウムなどの白色顔料と澱粉などの接着剤を混合して作る。塗料は紙の製造工程の中でコーターという機械を使って塗布する。コーターには小式と直結することで小子、塗装一工程とするオンマシン式と小子とは別工程とするオフマシン式がある。 高ト紙のレート格紙は、グロス系とマット系に分類されることもある。塗料に含まれる炭酸カルシウムなどの無機物が多い。ため、紙をリサイクルすると、次に作る紙の強度低下につながりやすい。このため、なるべく他の紙と分別し、配合比を管理しやすくするとともに、板紙の芯部分などに使う再生パルプの原料と、することが多い。一般的に、 星分類の上では雑誌に分類されるが、印刷工場から出る未印刷のものは白アート、印刷されたものは色状や剣と分類される。炭酸カルシウムは酸性紙の定着剤として使われる硫酸アルミニウムと反応して、石膏の成分である硫酸カルシウムを発生させ、少子系内にスケールと呼ばれる付着物ができる可能性もある。ありがとうございます。